硬いルーティンワーク体育会系みたいなことをよく聞くんですけれども分散化、電力使用の自由化、デジタル化、人口減少、脱炭素化、この5つがですね、トレンドになっています。ホワイトでお給料が高いというようなイメージもあるんですけれども、実際のところはどうなんでしょうか。メイケリのあずきです。今回は電力業界のトップ、東京電力の採用担当の平岡さん、柳井さんに電力業界について解説していただきたいと思います。まずは簡単に自己紹介をお願いします。東京電力ホールディングスで事務系の大学卒の採用担当をしております平岡陽子と申します。技術系の大学卒の採用担当をしております柳井拓と申します。すいません、ちょっと気になったんですけど柳井さん、はい、胸ポケットに可愛らしいうさちゃんが入ってますね。気づきましたか。はい、東京電力エナジーパートナーのイメージキャラクターのテプコンと呼んでおります。テプコン、耳がガスになっていて、ほっぺたが電気で、鼻がテプコのチーになっています。とても可愛らしいですね。可愛らしいキャラクターを胸に今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。電力会社というと大きくは東京電力や関西電力など大手10社のイメージが強いですが、その中で東京電力の強みがあれば教えてください。まず1つ目は人材力で、2つ目が資産ですね。実は国内の、販売電力量第1位、国内市場 30% のシェアを占めてるんです。その販売電力量を支えているのが、設備量ということで、そちらの配電線はですね、地球にすると約 9.5 周分の長さになるんです。ちょっと想像できないですね。その大変長い距離を、設備として保有しているの他にもですね、発電所だったり変電所だったり、たくさんの設備を抱えています。次に3つ目の強みとすると、技術力です。東京電力管内の停電回数は平均1件あたり 0.11 回、時間にするとだいたい7分程度、イタリアが60分、スペインが30分程度というふうに言われているので、東京電力の停電時間が短いことをお分かりいただけるかなというふうに思っています。世界の中で見ても高い技術力を持っていらっしゃるんですね。はい、2016年の電力全面自由化によって競争は実際に激化しているんですか？今までは地域独占という形でやっていたので、首都圏エリアで電気を使う場合はですね、東京電力のみとなっていました。今まで電気だけの販売でしたけども、ガスとかですね、生活全般を支えるですね、サービスを提供できるようになったというところは強みかなと思っています。いろいろなアプローチの方法があるんですね。競争が激化している中で、東京電力さんは厳しい環境だったりするんですか？一定量のお客様は別の会社に契約を変えてしまったという現状がありますけども、一方でやはり一人一人のお客様に対してより真摯に向き合えるようになったというところがありまして、お客様からですね、より信頼されるような会社になってきたのかなというふうに思っています。今はどの割合が大きくて、今後はどのようになっていくイメージなんでしょうか？現在はですね、化石燃料を主にした火力発電が7割占めています。その残りが再生可能エネルギー、原子力といった形で続いているんですね。今後はですね、原子力が2割、再生可能エネルギーが4割、火力発電は4割というようなイメージになります。事業は国内のみで展開されているんですか？海外にもたくさんエネルギーインフラ事業を手掛けているんです。例えばですね、送配電事業という事業で実施をしたりとか、あとは地下に大型の変電所を建てるような大型プロジェクトを行ったり、水力発電所を、一から立ち上げる大型プロジェクトも行っていて、なんと600件以上のプロジェクトを行っているんですね。600件ですか、はい、すごく多いですね。電力業界について就活生がよく勘違いしていることなどあれば教えてください。硬いルーティンワーク、体育会系みたいなことをよく聞くんですけれども、東京電力は変革人材ですとか、新しいことに情熱を持って取り組める方、そういった方がたくさん働いています。東京電力エナジーパートナーはですね、私服が OK になっています。男性の方はですね、 T シャツでお仕事をしたりとか。自由度が高い部分も結構あるんですね。そうですね、リモートワークとかもたくさんできるようになってますので、働き方の自由度というところがかなり良くなってるかなと思います。在宅でお仕事されている方の割合をお伺いしてもよろしいですか？本社組織であれば月に1回しかですね、出社しないっていう働き方もあります。1回ですか？1回ですね。我々採用としては半分ずつぐらいですかね。そうですね、大体週の半分ぐらいは在宅出勤という形です。半分お家で半分会社でもきちんと働くことができる環境が素晴らしいですね。最新の電力業界のトレンドについて教えてください。
1つ目が分散化、2つ目が電力使用の自由化、3つ目がデジタル化、4つ目が人口減少、そして5つ目が脱炭素化、この5つがですね、トレンドになっています。その中で特に気になっているものがあれば教えてください。脱炭素化の中で原子力発電の再稼働というところが一番のですね、ミッションかなと思っています。東京電力はですね、新潟県に柏崎刈羽原子力発電所を保有しておりますが、現在ですね、安全面の確保というところをですね、最優先に取り組んでおりまして、脱炭素化社会にですね、貢献する必要があるかなというふうに思っています。電力会社の事業内容を改めて教えてください。一つが電力供給、二つ目がエネルギーサービス事業です。電気を作ること、送ること、販売すること、すべて一連をサービスとして行っています。会社ごとに事業内容の違いはあるんですか？東京電力グループは全部で5社から成り立っています。まず東京電力ホールディングスという持ち株会社がありまして、東京電力ペラ&パワー、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナーとあります。同じ会社の転勤もありますし、会社をまたいだ転勤というものもあります。処遇はすべて一緒、ベースとしては東京電力として同じ方向を向かってやっています。事務系と技術系の職種で人数が多く配属される職種について、簡単にどんなことをしているのか教えてください。事務系は一番最初、お客様に一番近いところで電力事業の知識だったり経験を身につけていただきたいと思っています。最終的には海外事業だったり新規事業だったりと、新しい分野に挑戦いただいています。技術系についてはどうなんでしょうか？設備の保守ですとか、新しくものを作る工事というお仕事にですね、多く携わっていただいております。配属や移動はどのように決まるんでしょうか？ご本人の希望によってなる場合もありますし、会社からこうご提案される場合もあります。年に1回希望調査をしておりまして、それを上司に報告して相談しながらですね、決めていくというやり方があります。実は私もですね、希望を出しまして現在人事の仕事で生きているという状況がありますので、伝えれば叶うというところだけお伝えしたいなと思います。あ、しっかりと希望が通った成功例で、きちんとそういった話を聞いていただけるような環境があるんですね。いい上司に恵まれましたありがとうございます。電力会社で働く魅力ややりがいを教えてください。電気を送る設備を一から作って明かりがついた、この瞬間はかなりのやりがいを感じていました。やはりお仕事は危険も伴ったりしましたか？そうですね、高所に登る作業もありますので、危険とはですね、隣り合わせですけども、電気をですね、送るために頑張ってきました。それで明かりがついたらやはり嬉しいですよね。私は生活営業といって、オール電化住宅の推進をしていたことがあるんですが、暮らしが快適になったよとお客様からハガキをいただいたり、その時はお客様とお話ができてすごくやりがいを感じました。直接リアクションがいただけるっていうのがすごくモチベーションにもつながりそうですね。ホワイトでお給料が高いというようなイメージもあるんですけれども、実際のところはどうなんでしょうか？給与についてはですね、しっかりお支払いしているというところですとか、過酷な作業もありますので、それを下支えするですね、福利厚生ですとか働き方の充実というところには力を入れています。お二人はどれくらい？年数が上がりにずれてですね、お給料が増える傾向にあります、まだ若手の方なのでそのままでもう中堅ですかね。他の会社さんに比べるとですね、多くの額、一定額についてはもらってるかなと思います、あとはですね、いいなと思っているのは家賃補助が充実していることなんです。大半をですね、会社が負担してくれているので、かなり安心して住むことができます、育児休職を子どもが3歳になるまで取得することができるので、友人とかとお話をするとすごくびっくりされることが多いです、今は女性男性に限らず育児休職を取得することができたり、有給休暇を取得してリフレッシュできるように休暇取得の推奨もたくさんあります、いい環境でお仕事ができそうですね、東京電力に入って自分がここが成長したなっていうところがあったら教えてください。会社に入る前はですね、結構人見知りが激しくて、こう人前で話すことが全然できなかったんですけども、やはりこういろんな人と話したりとか発信する機会が多かったので、いろんな人と学生さんと話すことがとても好きになりました。3万人も社員さんがいらっしゃるので、いろいろな方と関わる機会がありますもんね。最後にメッセージをお願いします。デプコグループの経営理念は、安心で快適な暮らしのためエネルギーの未来を切り開くです。エネルギーを通じて人々の生活を豊かにしたい、安心なものにしたいと情熱を持っていらっしゃる方、ぜひ東京電力で一緒に働ければと思います。
とても働きやすくて人々の生活を支えるやりがいの感じられる会社です。ぜひ一緒にお仕事ができるのを楽しみにしています。じゃあ今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見て東京電力についてもっと知りたいと思った方は概要欄にあるリンクからマイページ登録をしてください。お待ちしてます。Thank you.